の。困りましたね。この地のマタタビは我らのものぞ。ムセットどもを根絶やしにせよ。使っちゃった。このマタタビ国産に欲しいよ。今のはソフィー様の声。早く救援に向かいましょう。敵か。せっかく素材を見つけたのに、このままではやられてしまう。やめないでください。小さくても守れますから。敵の合流を許すにゃ門を死守せよ。そんな、やっぱり大きくないから。敵将討ち取った。敵を倒したのに門が開かない。中から抑えられてるようです。諦めるわけには。このまた旅があれば。多勢で子供を取り囲むとは、このような分析見過ごせぬ。超紫龍が相手となろう。なんて強さだ。逃げろ。あなたはこの子の仲間か。私は超紫龍、食感の地を推薦した。この窮地鬱陶しいのだよ。愚か者が。一度乗り切るために共に戦おう。私も戦う。それが宿命だから。敵の増援が到来しました。しかもかなりの数です。敵はあなたが来た道に陣取ったようだ。突破するのは難しそうだな。だがここに固まっていては襲撃を受ける。速やかにあちらの道から退却しよう。弱き者、傷ついた者を放ってはおけぬ。どんな世界にいようと、その思いは同じだ。兵たちよ、早く逃げるのだ。お前たちの背はこの超紫龍が守ってみせる。このまたたびで万能薬が作れそうなんです。病気で苦しんでるみんなを助けたくて。みんなは巻き込めないと思って。私、そのごめんなさい。再び泥棒を許すわけにはいかぬ。皆の者、出陣や。わしについてまいれ。このままではまずい。どなたか援軍を。味方を救わんとする勇気、感服した。これよりは私も共に。助けていただけるとはかたじけない。造作もない。お見事です。これで流れも変わるでしょう。私、ソフィーって言います。
て、ありがとうございました。気にすることはない。ただ牢敵を見過ごせるかだけの。さっき子供って言われたのに、鬱陶しいのだよ。私ってそんなに子供っぽいかも。愚か者が。ソーリーさんとっても強いんですね。味方になってくれると心強いんだけどな。決して揺るがなんてお強いのでしょう。私の本気をお見せします。さすがは英雄様です。頑張ってくださいね。この調子で応援しなきゃ。逃げろよ。私もよろしい。造作もない。胸が高鳴ります。決まんだね。お気をつけ。全力です。すごいです。全てを吹き飛ばして。自分の絶好です。英雄様、見せてください。俺の采配こそ天下無双。決して揺るがない。全てを吹き飛ばして。外しませんね。さあ力比べといこうか。愛しいのだよ。愚か者が。油断した。次は絶対に勝ってみせる。つまらぬ敵だ。もう終わりか。もう大丈夫だ。よく頑張ったな。やった。うん、はい。そうだな。やった。はあ、あの、そんな。え、